使えるかもしれんからな。焼いて食べる。そうそうそう。何かに加えるとかな。二人とも仕事が休みだったある平日、昼ご飯はベトナム料理のフォーと稲荷寿司。なおさんのいいところでもあり、なかなか食べないんですよね。お茶持ってきてくれたりとかする。私はすぐ食べないと冷めるって思うんですけど。はいはい、どうぞ。うん、ありがとう。私これだっけ。これじゃないの。違う。いいよ。一緒に住んでおよそ9年、食事の時間が一日のうちで最も楽しいメインイベントです。麺が伸びてます。麺が伸びてる。なんか麺がすごい多い。出会いは12年前、岡山市で開かれた食事会。仲間を求める女性同性愛者レズビアンの人たちが集まる場で知り合い、帰りの電車で意気投合しました。嫌なおばちゃんだね。すごい、この山登るの大変だったよね。大変だった。見てこのテラテラした、ほら。カラオケ、映画、旅行、そして互いの家を行き来するように。日曜日の夜に帰るのが寂しいから、うんうん、憂鬱だし、で月曜日の朝だと大変だけど勢いで行けるから、月曜日の朝に。そう、まだ暗い頃に5時とかに交際を始めて4年、奈緒さんが生まれ育った家を改装し同居することになりました。いろんな人いろんな都会に出たりするけど、私はこっちに根を張って暮らしたい派なので。大阪に長いこといたからそこも好きだったけど、帰ってきてなんか自分の生まれた町の方言で喋るとなんか伸び伸びした気もするし、人生の伴侶としてずっと共に生きていきたい。いろんなさ、水色でもさ、ラムネみたいなのいろんな色が出てきてるね。二人で指輪を買い、大好きな登山の時山頂で交換しました。でも男女のカップルならある結婚という選択肢がありません。同性同士が暮らすことにすごい困難を覚える人もいるけれども、まあそれはちょっと勇気を出したり踏み出せばそれは自分でもできることなんですけれども、やっぱりその権利として結婚するっていう権利は欲しいと必要だと思っているので、だから本当にいつか来る老後、病院、介護施設、お葬式、長年暮らしを共にしお互いのことを一番よく知っているのに、人生の終わりを迎えても法律上の配偶者として認められない。家族が欲しい。それはまあ自分が早くに両親を亡くしたと思ったかもしれないけども、でも家族として一緒に暮らしていきたい。2017年二人の関係を公にしようと行動に出ました。世界的な写真家レスリー・キーさんが多様な性を生きる人たちを撮影するプロジェクトに参加したのです。何の飾り気もないよね。髪が風でこうシャーッとなったりながらね、もらえばよかったかなってちょっと後で思ったけど、まあ、でもこれが私たちの自然な表情だし、こう格好とかも表してるんだからいいんだよ。写真はインターネット上で公開されました。いつも卑屈になったり隠してたりする姿を引き出してくれて、堂々と生きるっていうことを教えてくれると思って行ったんじゃない？そうだね。自分からなんかオープンになれなくても、これをきっかけにオープンになれるかなっていう。
大切な人にだけ見せるんだよね。こうした同性カップルが直面する課題を伝え、制度を動かそうとする人たちもいます。突然パートナーが事故に遭った、だけど普通奥さんとか旦那さんとかだったら連絡が来るんですけれども、法的に他人なので本当に友達づてに聞いて入院していることが分かったけれども、面会謝絶の病室に入れない、好きな人の死に目に会えない。行政書士の野本恵美さん、 LGBT、 レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーといった多様な性のあり方について学校や職場で講演しています。自分だけ違うんじゃないか、自分はおかしいんじゃないかっていうのは非常に辛かったり怖いことです。ただ違いは間違いじゃありません。絶対に違いは間違いじゃない。同性婚ができない今、同性カップルの関係を公的に証明するパートナーシップ制度を作ってほしい、自治体に働きかけてきました。現在広島市安芸高田市が導入、奈緒さん、みどりさんが住む市にパートナーシップ制度はありません。でも今年市議会で初めて取り上げられました。20代の時には想像できなかった社会の変化、うん、暗い時代だったような気がするんで、なんか隠れて生きるって感じがしました。その人とうまく親密になれないような、友達がいたとしてもなんかこう本当の自分を出せないような孤独感がずっとあった。みどりさんは会社に勤め、なおさんは2年前自宅の横で古道具屋を始めました。店の奥には性の多様性を象徴する虹色の旗が。新宿2丁目になんか遊びに行ったんですよ。パレードに行って行ったことがあって、その時に多分買ったと思う。私も LGBT の一人、もしあなたもそうならこの店は安全な場所、旗を通しそれとなく伝えたいと言います。鏡のような海ですな。歩けそうな、穏やかだね、うん、曇りもいいかもな、穏やかな感じで、うん。